です。何？お前がやりましょうって言ったんじゃん。何よ。飯食うしょう。何それ。そして今回、うん、白飯に合うおかずを買ってきたお店は、はい、カルディさんですよ。カルディさんってあんまイメージなくて、大島さんがね、僕があのリクエストしまして、はい、で今日行ってきましたよ。行ってきた、はい、うん、でなんか LINE くれて、うん、おめえが米に合うおかず買ってこいやって、分からんから何があるかもそれも狙いやってん。ホテルバリアンみたいにしたもん、なんか、ね、いやそのホテルバリアンの方知らんかも。今日あの3つ買ってきましたおかず、はいはいはい、いいですか。苦労したでしょ。いやかなりその、まあ、品数も多かったんで。そうなんだよ、まあ、そもそも輸入系なんだよね。で俺好きなんですけど、いつも買うのがこれ生ハム切り落とし。これはもうど定番、もうカルディといえばぐらいの。まあそれもうすぐ発見しましたけど、うん、すぐ無視したね。こんなのこれじゃやっぱ米は食えない。食えない。まず一つ目が、はい、キーマカレーです。海外のものめっちゃ置いてあって。そうだよね。でまあ基本カレーが多かったんですけど、はいはいはい、もう一発で決めましたねこの、まあ、確かにもうインド感強いし、象肉これ食いたいなって。確かに。でもいやでもさ、これ見て食いたとはならんけどな。ちょっと怖いが勝つけどね。どんな味するんだろうというか、そのちゃんと日本人の口に合うのかなみたいな。グルメだね。いや褒められたいやそうなんですよ。ちょっと奇妙だったから。わかるわかる。米ちょっと怖さもあって一応買ってみました。なるほど。お、牛タンシチューです。めちゃくちゃ日本のやつです日本食がこれ1個しかなかったです嘘でもなんか高級感あるね。牛タンシチュー、ひらがながもう日本語がこれだけでしたんで。カタカナだけどね。でまず牛タンが 100% 米に合うっていうのは知ってるんで、はいはいはい、はい、それプラスシチューで。いやこれはもう食わずもがなだな。何すかそれ、ね、裏にね、うん、特製デミグラスソースって書いてあるんですよ。まあまあそこに惹かれたっていうのもある、うん、なんで初耳なん、うん、そして最後、うん、たまげるんじゃないかな。たまげる、はい、嫌な予感はしてるんだけどね正直。ちょっといきます。はいはい、プーパッポンカレーです。プーパッポンカレーだあのカニのやつ。あそうなんですよ。はい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 、卵カレー炒めみたいなやつだよね。なんかそうですね、なんかこうなんていうんですか、カニ玉。はい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 、そうだ、インド版カニ玉みたいなことなのかな。プラスカレーの風味だと俺は思ってて、はいはいはい、これは間違いなく合うんじゃないかと思って。なるほど。あこのプーっていうのはカニって意味らしいですねインドで。パッポンは、あすいません、タイでした。これはタイか。はい、パッポンが、違います。パッドが炒めるってことですね。あ、プーパッド？はい、うん、で、ポングカレーはカレー粉の意味です。へー、はい、なるほど。で、これは絶対合うなと思って。いや、その、いい？ちょっといい？さあ、行きましょうか。ちょ、SE カルディ行ってきて、うん、レトルト 3? そんな買い物ある？いや、俺もっといろいろなんかあったんだけど狙いが。ああ、なんかイメージあります。もちろんレトルトも1話って良かったんだけど、はいはい、他にも多分もっといろいろあったはずなんだけど。まああの買ってからね、うん、店内ぐるぐるしたタイプで。いやいや、ぐるぐるしてから買わない。したらうまそうなハンバーグとかもあった。なんかトロトロチャーシューみたいな。だってこれ一角しか行ってないだろ。あんな広い店内で。いやもうそんな一つの棚で終わらしたの。じゃあ全部コーヒーじゃんと思って置いてるって目に入った棚がこれしかなかったちゃんと回れよまあまあでもまあ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 その種類というかそのジャンルはまあそれぞれ違うからまあいいんじゃない。多分カルディでしかまあ売ってないと思う。まあ確かに日本のスーパーでは売ってないかもね、はい、普通の。なんで早速ちょっと分かりました、食べていきたいと思います。はい、うわ寿司みたい、刺身みたいに食ってる、うん、あ、うまいわ。佐賀さんも1個ずつ、うん、食べ食べてみてください。
俺はちょっと完璧な状態でいきたい。うわ刺身じゃないですか本当に。生ハムね。うわ霜降りのあのマグロイメージする。なんで刺身で例えるのさっきから。色で。まあぼやけますが、はい。よいしょ。うま。神社の生ハムって思ったらしょっぺーってなるんですけど、ちょうどいいですね、うん、これの分厚いからね多分。もっと薄いじゃん、うん、普通、うん、薄くて辛いねん。出来上がりました。はい、ちょっともうご飯の方にかけちゃったんですけど、ちょっと、はい、どうですか。米が多いね、はい、毎回これはもう言わしてずっと気づきました。このお買ったの米が少なく見えるように一回3合用ですいやいや減らせよ別ご飯の量を。これ急に淡路さんがクリスマスの日に俺に渡してきたんですよ、うん、あなんかこれ見てて不憫やったよな、はい、あんなちっちゃいので食べてかわいそうだなみたいな、ちょっと気づいたのはもうあるんですけど、はい、今までまあ食ったレトルトのキーマより、うんうん、ちょっとこのとろみがないです。確かに結構今入れた感じシャバシャバしてたというか、はい、うん、でこのひき肉が細かい。ああ、いやめちゃくちゃ匂いもねいいですよ。ちょっと気になるんでいいですか早速行ってみてください。はい、はい、腹もペコペコなんでね。いただきます。いやこれはうまいだろう。もう笑ってる俺もう。食えよ早く笑ってるって。うん、うわめっちゃうまい。へえ。あ、全然今までのよりうまいっす。マジ？申し訳ない。え、嘘やん。うわ、うまっ。そんなに？うまっ。ええ、すごいね。最高得点叩き出てるやん。いや、すごい。まあ、食べてほしいですけど、うん、食感が今までと味わったことないと思います。食感？はい。このひき肉のいい意味で歯ごたえが全くない。これはいい意味で。いい意味で歯ごたえがないそんなことあんの。なんか水水分というか、よく聞こえないな。カレー水というかなんなんそれ。空気なくなったわ。うまっ。全然うまいこと伝えられてないやん。で見て、こんな多いご飯なのに水分が多いことになってるの。シャバシャバすぎてこの全部に浸透してるんですよ。確かに色的には、確かにご飯量多いと思ったけど全然なんか行き渡ってる感はあるね。でね、このスパイスがあるかなと思ったら、うん、全然その癖もない。へえ、食べやすいんだ。うまっ。ちょ、いってます。一回一口だけ。いいですか。僕潔癖なんでここ触んなよいただきます。いい、ここ食べて、はい、マジで新食感です。確かに一切食感ないね。ほら肉の。確かになんかもっとスパイスのツンっていうのとか食んのかなと思ったら、なんか普通にフルーティーな甘い、なんか美味しいカレーだね。全然インド行けるってことですね。じゃあに日本のってもっとさ、うん、具材とかも大きいと思うね。ああなるほどね。ペースト状になってないですか、なんか全部が。めっちゃいいこと言えた今。まあこうやってルーがなくなった時はこれかけてください。すごいすごい。カルディで買ったこれ。え勝手なことしないで。これサミットです。なんか、うん、食べちゃったじゃん食べちゃったね。完食です。わすごい、美味しかった。さあ茹で上がりました。パンシチューなんでご飯の上にかけていきたいの。なんで？え、乗せんの？はい、うん、まあいいけど。乗せないですか。シチューでしょ。だってシチューは乗せるでしょ。シチューだよ。だってうわー出た。え、おでかっ。ベロが出てきましたね。ベロって言うな。うわいい匂い。いい匂いだな。確かにデミグラスの匂いです。あ、これデミグラスなんだ。うん、すごくない？でかさすごっ。マウスピースぐらいあるよね。どんな例え？マウスピースのデカさそんな知らんね、うん、でかっ。じ
ただきます、うん、あらやだちょっと待って、ひげおねえ出てきてる、やだ、なんでおねえなる、何これ、なんでおねえなる、優しい、優しい味が、優しさがまずくんの、うまいはもちろんだけど、うわこれかけなきゃよかったな、いやそれ言ったやん俺別に、うまー、でもうまさより優しさきてたやん、うん、優しい、それ何優しいって、うん、おかゆ食べた時にやつちゃうん、優しいって、まあ、それと全く一緒、ダメやん、いや違ううわ食べてほしいな、出ると思う、食ったら優しいが、怖い、うまっ、肉食ったお前と、あ、まだまだ肉食わないと、あ、そっか、まず肉食えよで、最後に取ってじゃ、弾いてた、邪魔でできます、それ食う、一口目やねん、そ普通何なん食べ方、おい、何なんその食べ方、キャラッケーいや、なんいや、一口でいけや、どうぞ、優しいと思うんだけどな、優しいってその美味しいの食べた時に出ないけどね、あんまり、いただきます、優しい、ほらほれ見ろ、あ、てか甘い、あ、そうですね、甘っ、なんのトマトの甘さですかこれ、あー、トマトだね、うん、これだって食卓に、まあ、今ご飯乗っけちゃったっすけど、うん、子供の時こう別皿出てきたら、うん、最高でしょこれ、まあまあ確かに、子供にこの優しさ、いや確かに子供好き、子供も食べれるな、うん、確かにこれは、なんかいい言い方すると、うん、給食のカレーみたいな感じです、いい言い方してるそれ、誰でも好きな、あー、うん、あー、まあそういうことね、うん、うん、確かに、なんか俺思ってたのとちゃうなこれ、なんかカルディ、え、言っちゃうのそれ、なんかいやそれチョイスかこれ、はい、あー言ってください、あんまりないんで、厳選して俺これですからね、うん、うん、いやまさか日本のもん買ってくると思わなかったからありましたよ、いっぱい海外の読めなかったでしょ字とかも、はい、全部英語で、一緒に行くべきだったな、うん、うまっ、でも本当においしい、まあね、それは間違いない、うん、まだ、まあ、あれが出るほどではないですけどね、で、次、ラストの品、ラストあれだっけ、プーパッポン、はい、これなんかあれでしょ、勝利いるんでしょ、なんで、お願いします、あ、それ俺がやんの、はい、作らされんの、俺、これまあ、まあでもいいか、あ、してんね何をアイコス吸ってんね、おい早く、すごいな、まあ、これ簡単みたいなんで、なんか卵1個でできるということなんで、じゃあやっていきますか、焦がしたら終わりですからね、うるさいって、こんだけでマジできんの、あ、すげえいい匂いする、ありがとうございます、作ってくれて、はいはい、まあ簡単でしたね、めちゃくちゃ、本当ですか、卵入れただけなんで、すごいね、ここにいても匂いする、匂いすごいな、充満してるわ、そのスパイスの匂いが、ザ外国、何今、何がなったの今お腹ですけど、お腹すごいな、キュル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 、なんでお腹が鳴るん、こうしてるからさ、胃がもうどっちのキュルキュルかわかんないです、え、食べたことありますこれ、ない、これは、まあ、その料理自体は食べたことあるよ、あ、あるんですか、あるあるある、え、それは美味しい、美味しい美味しい美味しい、マジで初なんでこんなの、いただきます、うん、マジのリアルな感想を言いますね、うん、そりゃそうよむちゃくちゃうまいえ、あ、俺もしかしたらあれうまくないのかなと思う、リアクション的に、二口目、むちゃくちゃうまい、えなんだろうな、まあむちゃくちゃ味濃いんですよ、うん、それがよりこの米との相性がいいのか、なるほど、
でちょっとカレーの風味もして。ちょっとなの？あんまりしないですね。卵は強いで、ピリ辛っすね。唐辛子ってないけど、そこまで辛くない、うん、このピーマンがいい感じに。へえ。あーちょっと待って、これうまいわ。マジ？いや確かに。あうまっ。えすげえ。でもね、こう汗出てきますね。へえ。外国のだからやっぱエスニックだ。あーうまいわ。ちょっといい？うわ、もうあげたくないぐらいうまい。全然食べてください。いやこれは俺も、うわ、でもどうかなと思います。結構濃いですから。なるほど、いただきます。うわ、うまー。いや、うまい、うまい、超うまい。これレトルトで食えんの？簡単ですしね、作るのも。いや、うまいわ。やばいっすよね、これ。ちゃんとカニの味もする。あ、それか。うん、なんか、海の味すると思ったら。海の味すると思ってた。ちょっと唐辛子も行ってみます、一緒に。なんで？その、いや、せっかく入ってるから。あ、そうなんだ。うん、わ、これうまいわ、確かに。買おう、また。そんな熱くないよ、あとこれ。いやいや、そうなるよ、そりゃ。なんで食べたん？言わんこっちゃないですよ、これは。今、何の味もしなかった。いや、これはマジで見つけてきてくれてありがとうと言いたい、俺も。だってさ、いや、すごいな。これさ、お前が今日ここで買ってこなかったら一生多分出会ってないだろう。そうですよね。本当に美味しい。うん、うん、それ怖いね。これはちょっとびっくりしましたね。辛いんだ、うん、辛いんだろうお前。なあ、おい、すごいな。辛さ紛らわしてんじゃん、もうなんか。これこそあれよ、その激辛とかじゃなく、うん、辛さの辛うまい。なんかそう、なんか唐辛子の口に入れた瞬間のやつじゃなくて、じんわりくるやつというか、うん、後からまあピリピリきますけど、うん、うまいっすね。ちょっと水。ない。ムカついてきてるやん、辛くて。何で飲んでんねん、あとシェイカーで飲むなよ、お茶を。だから海外嫌なんだよ、カレーから。お前が買ってきたんや、食わされたみたいな。いや、マジでうまいっすわ。嫌やわ、こいつと辛いもん食いに行ってあんなドーンとかになるやんとか、うわ、ガチャンとか店員さんとかにも言うんだろうな、なんか、すいませんとか。やだわ、こういうやつ。荒いね、お粉とかもギャッギャッギャップとかやめろよ。ウマンチェスターユナイテッドです。何が出てんねん。うまい、出てるやん、なんかレッドデビル。それやめ。さっきからこれ突っ込んでほしかったんですよ。何を？ウマンチェスターユナイテッドやないかって言ってほしかったんですよ。ヘディングしてんすよ、さっきから。そういうことだったんだ。うまっ、ヘディングしてたんだ、うますぎて。そういうこと？見てください、完食です。いや、秒殺じゃん。いや、これ辛いやつだよ、これ。なるほど。いや、でも確かに、いや、これは、いや、俺なんか正直そんな期待してなかったな、3つ目。ちょっと、大島さんがさっき食べから食べてる生ハム1枚もらっていいですか？もちろん。生ハムこれうまいのよ、カルディの生ハムね。安いしね、つまみは最高よ。これ200いくらとかだから。いえ、すごいな、全部触って手で。
最悪やな、まだ俺食べたかったのに全部手で触ったやん生ハム1位で。もう何してんねん何をしてんねん。一番うめえいやちょっと待ってくれマジかよ。嘘です、すいません、はい、いやちょっとあの審議、審議タイム、はい、はい、一番難しかったです今回3回目にして。あ、そう、はい、うわー、まあでも自分の決めたことなんで、はい、じゃあ、はい、発表してもらっていいですか。はい、上杉くんが選ぶカルディコーヒーで買ってきた一番ご飯に合う商品は何でしょう。おー、出たプーパッポンカレー、伝説です、これは。これは